はようございます。キスチャガーです。まもなく右方向です。右が宮津176、左が高田号312、石川の交差点です。はい、右に曲がりますと天の橋立の方行きます。今左に曲がったんですけども、反対方向、右に曲がると2キロぐらい走ったらね、与謝天の橋立というインターがあって、そこから乗れるんですよ。乗れるんですが、今日はちょっと山陰近畿道全区間を皆様にお伝えするという使命がございまして、わざわざ反対方向を向いて走っておるんです。でこれをすることによって私としては20分ぐらい時間を損してしまうんですが、ロスっちゃうんですけれども、押し売りのサービス精神で皆様にお届けしようかと思っております。よろしくお願いします。はい、申し遅れました。2020年令和2年1月の7日火曜日10時12分です。およそ300m 先に方向です。まあ、山陰近畿道をお伝えするということで、山陰近畿道だったっけ、そうやな、それであればなんで入り口からやらないのということなんですが、まあいいじゃないですか。ちょっとね、ちょっとだけ宮津じゃない、京丹後の街並みをお楽しみください。これローソンやったんやけどね、多分前は左前に見えてるやつ、あれ何になったんやろ、介護センターとかかな、なんとか管理センターに変わってるな。多分ね、あんまり長いこと来てないからあれですけど、5年前とかそんなの時はローソンやったと思うんですけど、この古いポンコツのカーナビがだって、ローソンとかファミリーマートとかマーク出てませんからね。じゃあもう少なくとも3年以上前からもうなくなってたんでしょうね。新しいルートでご案内します。3年前のデータっていうよりもうちょっとやっぱこのナビも5年ぐらい前の古いやつだと思うんだけど、まあいいでしょう。ちょっとややこしそうだね。工事しておってややこしいみたいですね。片側交互通行などにはなっておりません。はい、ちょっと、台風で被災した道路を直していますらしいです。うわ狭いのこれ、大型トレーラーで奥にはちょっと狭い。乗用車には影響ございませんが、5キロぐらいロスって、高速道路で1区間10キロロスするから、下道6キロ7キロぐらいで10分15分で、高速道路の10キロ10分ロスって20分ちょいロスするかなみたいな感じなんですが、頼まれもしないのに京丹後の街をお届けしながら、京丹後大宮という出発地点というかゴール地点というか隅から隅までお届けしようかと思います。来た時はね、配達先が京丹後大宮やったんで問題なかったんですが、2軒配達したんですよ。京丹後大宮を配達して野田川というところに行ってきたんですが、野田川で荷下ろしをして、狭いな。それであるならば、普通でしたら与謝天の橋立でその5分もせずに高速乗れたんですよ。さっき石川という交差点を右に曲がっておれば5分もかからずに2、3分で乗れたんですけども、ちょっと高速乗りに行くのに10分15分かかります。こっち行くとね、
こっち行く理由は何もないんですが、もうもはや撮影のためだけということで、死に死に欲でこちらに向かっております。新しいルートで
ご案内します。新しいルートいくら言われても、あの神奈川は道知らないんで。ウィンケーズ島で行ったら行き過ぎです。この脳こそ京丹後、これ何やろ、ちりめん会館みたいなやつかな、はい、もうこんだけ大きい建物やない、名前がない、何やろ、まあいいでしょう。県道651号やったと思います。ちょっとあの朝通ったんで、大思いにしては具体的なこと言うんじゃないかと大思いになるでしょうが、県道651やと思いますね。国道312号今曲がりまして、こっから2キロ、まだ2キロかだいぶあるね。 4,5 キロ走ってみて2キロ、やっぱ7キロぐらいあったね。あの石川から見るとやっぱりね、2,30 分ロスするのかみたいなですが、それはまあいいでしょう。まあ、一度ね、前に昔にというか、ずいぶん前に夕方からもう夜にかけて真っ暗な時にお伝えしたことがある道路です。その時は京丹後大宮の今日配達行ったところで終わりやったんで、そのままお伝えできたんですが、今日はもう一軒寄らないかんかったんで、ちょっとねもっと宮津寄りやったんですけど、さっきまでは。宮津の方に一旦近づいたものの、また豊岡の方に戻り直して、豊岡というか京丹後ですけど、はい、あと1キロぐらいですね。伸ばしてほしいよね、向こうに豊岡方面に。こっちから豊岡まで高速道路というか有料道路つながるとかなり便利になると思うんですけどね。今豊岡は行こうと思うと、一応北近畿豊岡道というのがありまして、あれで行くにしてもちょっとね、降りてからだいぶ走らないと豊岡まで行けないですね。はい、山陰近畿道京丹後大宮入り口入りました。10時24分。この前お伝えした時も多分雨降ってたね。山陰はいつも雨やね。からもう70キロですね、制限速度。まあ料金所まで遠いんでしょうね。40キロとか言われるかと思ったら70キロですよ、ここから。あ、料金所ないのか。
そうかそうか、もう本線ですわ。どうせ無料区間なんですよ、要するに。宮津天の橋立てから無料になりますね。与謝天の橋立て3キロ、宮津天の橋立て9キロ。ちょっと綾部を見逃したね。水戸谷トンネル1964メーター。1964メーター。綾部まで何キロやったかな、あれを見ないかんかったね。ちょっと、すいません。後でまた編集して出すときにテロップ出しますね。それが大事よ。綾部ジャンクションまでの距離が大事、本当に。山陰近畿道は京丹後大宮から与謝天の橋立てまでの区間、あら、10キロもないな。今2キロぐらいって書いてたから、そうか、3キロって言ってたよね。3キロしかないんであれば3分か4分しかロスらないね。そうしますと高速乗りに行くのに312号線国道を走って下道走って反対方向に走って、あれが10分そこそこ。そしてこの与謝天の橋立てまで戻るこの高速の区間が3分ほど、12、3分ロスか。まあ20分くらいロスるかなと思ってましたが、大宮と与謝の間が全然距離なかったんですね。そうか、下道で7、8キロしかないのに高速で10キロとか行ったらおかしいもんね。そうや、与謝天の橋立てから宮津天の橋立てが10キロぐらいかな、そしたら。同じ天の橋立てという名前がついてるけれども10キロもあるんやろか。6.9 キロポスト、与謝野町に入りました。与謝天の橋立てまで700メーター、野田川を渡ります。さっきの石川の交差点を右曲がってたらね、本当に2、3キロで、2、3分で、ここの与謝天の橋立ての入り口に入れたんですよ。与謝天の橋立て、宮津市に入ります、ここから。6キロポスト、6キロポストで10時28分、与謝天の橋立て。与謝天の橋立てインター、入り口、5.8 キロポスト、10時28分、制限速度70キロです。ちょっと天気悪いね、日本海。まもなく、有料道路出口です。風がないのでそんなに寒くはないんですが、気温自体は4度ぐらいですね。 雨か雪か微妙なところですけれども、雨でした。もうちょっと下がってくれて雪やったら濡れずに済んだのにみたいなことです。大師山トンネル天の橋立て5キロ、舞鶴大江16キロ、綾部ジャンクション28キロ、地蔵トンネル3660メーター。なるほど。京丹後大宮から30キロちょいか、31キロとか32キロ、そんなもんか。京丹後大宮終点から綾部ジャンクションまで約30分。なるほど。では30分ほどお付き合いください。今もうすでに20分経ってんのか。じゃあ50分の動画になるのか。長いね。こうなると今から30分かかります、綾部まで。で、綾部で動画切りましょうか。舞鶴道を帰っていって、今度神戸から
またあの次の仕事行くんですけど、神戸まではお伝えしません。ちょっとあの編集しないかん動画がいっぱい溜まってるんですよ。また10時間ぐらいかかるんで、あれ編集しようと思ったら、ちょっとボツにして捨てるっていうわけにいかないんですよね。あの結構目打ちのあるというか大事な動画なんで、アップロードしてしまわないともったいないんですよね。この京丹後なんかでもそうですけども、来るときはしょっちゅう来るかもしらんけど、まあ来ないとなると1年でも2年でも来ないんで、そういう仕事が当たらないと来ないんで、まあお伝えできるチャンスがあるときにお伝えしてっていうことで、YouTube にどんどんアップロードしていって、その、ね、あの例えば山陰近畿道であればまだ日本だけ、機械で日本だけしか上がってないんですが、今日2本上げますから、山陰近畿道も今日来たおかげで 4本になるわけなんですけどね。まあそれと同じようなことで、あのめったに他の人は走らないし、私自身も行かないと走らないんですが、小浜からね丹波まで下道を走った動画があるんですよ。あれね、途中でちょっと携帯電話のカメラで撮っておるんですが、携帯電話の方がデータがクラッシュしましてですね、で大事な部分がちょっと真ん中の部分がぽっかりデータ破損で再生できずで、真ん中の部分がないんですけど、非常に残念なんですが、一応もうあらかた大半主要な部分をお伝えできる部分、前半戦が生き残ってるんで、まあそれアップロードしましたら、まあ貴重な下道の走る案内になるかなと思います。なぜ貴重かと言いますと、京都縦貫道丹波インターから綾部ジャンクションまで出て、で綾部ジャンクションから舞鶴若狭自動車道小浜インターまで、この区間ね、高速、全線高速で走っても1時間半近くかかるんですが、下道、全部下道を走っても1時間半ぐらいで行ってしまうんですよね。大型トレーラーでそれぐらいのペースで走れてしまうので、乗用車やと1時間半切ってくるんじゃないでしょうか。で、そんだけの1時間半もかかるような距離を高速料金払ったら安全とすると思うんですが、それが下道同じような時間で、ほぼ互角の時間で行くとして、高速料金はタダですからね。非常に有意義な道路というかご案内やと思いますよ。はい、宮津天の橋立本線料金所、ここから料金発生します。あ、まあここ出口出たらいらんのかな。これ左側宮津天の橋立て出口出られますと料金かかりませんが、右側京都縦貫道、ここから、はい、マイナス 0.1 キロコスト、ここより有料。宮津天の橋立て出発しました。今の高架の真下が0キロポイント、0キロコスト、 0.1 キロコスト、10時34分です。34分、制限速度70キロ、 0.4 キロポスト、京都縦貫道出発スタートライン、ここですね、 0.5 キロポスト、ただいまの気温5度です。このままずっと大阪京都方面向かっていきますと、93キロで大山崎ジャンクション到達です。93キロね、ここから約93キロで名神高速乗れるっていうことです。はい、1キロポスト、10時35分、舞鶴大江が10キロ、綾部ジャンクション22キロ、京都が95キロと出ておりますね。この京都95キロというのが、だから長岡京を越えて大山崎あたりのことを言ってるんですよね。だいぶ降ってきたね。ワイパー緩められへんね、こんだけ降ってたら。雨の音もきついですね。もうちょっと天気のいい日にまた撮りましょうね。
ロポスト10時35分京都縦貫道京都市内方面行き制限速度70キロです。もう間もなく登山車線終わるんですがなかなか抜きに来ないで終わってしまうのダメ。もう一台来てるんですけどね手遅れです。はい、3.1 キロポスト10時36分制限速度70キロ。大江山トンネルが 2126m 3.5 キロポスト10時37分。現在大江山トンネルです。車線譲ってね、あのギリギリまで途半車線なくなるギリギリまでこっちも譲って早く抜いてくれよってやってたんやけど今一生懸命後ろ煽ってますわ。あの多分ね黒い日産のノートやと思うんやけどねこれ一生懸命煽ってますわ。制限速度70キロのところ今72ぐらいで走ってるんですけどね若干オーバーで走ってるんですがどうせしばらく抜くとこないんやからもうちょっと離れて走ったらいいのにね。トラックとかトレーラーの後ろ真後ろベターっとついて走ると泥を思いっきり巻き上げてるんでこれあの車ドロドロになりますよ。ダンプカーの後ろ走ったらもう目に見えてドロドロになるやろうけどこういう一般の貨物の車とかの後ろ走ってもそれは一緒です。はい、舞鶴大江までが6キロ、綾部ジャンクション18キロ、京都まで91キロとなりました。 5.8 キロポスト10時39分。唐川トンネル308m。 来る時にもお伝えしたしその1ヶ月ぐらい前かな1回だけお伝えしたことがあるのでスムーズに見えました。唐川トンネル千葉トンネル617m 7キロポスト10時40分。
ストで舞鶴市に入ります。由良川パーキングが4キロ、京丹波のパーキングって16キロやったそんなんで行くか、もっと遠かったようなイメージやけど、まあいいか、ちょっとテロップ入れますね、見間違いかもしらんから。南向き、京都方面行きです。綾部、丹波、亀岡、京都、まあ京都は京都市内というよりはちょっと南の方なんですが、大山崎ジャンクションに接続いたします。綾部ジャンクションで舞鶴若狭自動車道に接続します。私は綾部ジャンクションで舞鶴若狭道に入ってそのまま神戸の方に帰りますので、今日は大山崎まで行きません。はい、10キロポスト10時42分、来る時は大山崎から名神から来ましたんで、大股トンネル223メーター、時は京都縦貫道全区間お伝えしましたが、帰りはちょっと綾部ジャンクションまでで勘弁してくださいということです。舞鶴大江インター出口、舞鶴大江インター出口11キロポスト10時43分。この先日産ノートじゃないな、プリウスやな、注意してください。舞鶴大江インター入り口 11.4 キロポスト、10時43分。パーキング大変綺麗なパーキングなんですが、自動販売機とトイレぐらいしかございません。この先合流があります、注意してください。浦川パーキング何キロポストや、 12.1 キロポスト、12キロポストあたりに浦川パーキングがございます。10時44分、ね、結構あれ巻き上げてるでしょ、しぶきトラックの後ろベターっとついて走ると、帰って車見たら多分ドロドロになりますよ。トラックの後ろの部分、トラックのお尻の部分も結構ドロドロなんでね。はい、綾部ジャンクションまで10キロ、綾部安国寺13キロ、京都84キロやったと思います。13キロポスト超えました、10時45分。動画かれこれ34分、長くなりましたね。下道撮影なんかしなきゃよかったねみたいな。上村トンネル685メーターかな、まあ、下道走った分編集でカットしたとしても
25分か、まあまあ長いね。で今から10分ぐらいかかるから、京丹後大宮の入り口から綾部ジャンクションまでで3、40分っていうところかな。でそれプラスアルファでちょっと下道を10分ぐらい紹介しましたので、この動画自体は50分ぐらいになるのかなと思っております。 14.4 キロポスト、小原トンネル187メーター、10時47分。2020年1月7日火曜日、七草会、14.8 キロポスト、10時46分です。大口トンネル1378メーター、大口が言うとんねみたいな感じですね。コーヒー飲もうと思ったけど熱いな、触られへんから熱いな。これ半端な途半車線いらんけどね、気使って譲らないかんよ。綾部ジャンクション6キロ、綾部安国寺9キロ、京都まで80キロ、現在 17.2 キロポスト、10時48分です。70キロの道路今75ぐらい、ちょっと下り坂なんで一時的にねこうやってスピード乗ってしまうんで今減速かけて落としましたが、これぐらいのスピードで走ってたら制限速度で走ってるんやから別に抜いてくれんでいいけどね、抜いてくれんでいいけど抜きたいでしょう。でそう思ってるところに途半車線あったら抜かな気が済まんでしょう。で抜くんであれば綺麗に抜いてほしいけどね、もう抜かれるの危ないからね、下手な抜き方されたら。はい、18キロポスト、10時49分、上手に抜いてくれるかな、これ後ろアクアか後ろのやつ、途半車線がなくなるまでに抜いてほしいね。アクアかな、シエンタかな、なんやろ、トヨタやと思うね。エスティマか、エスティマやな、ちっちゃく見えたな、アクアかと思った。そしてもう一台来ている、終わるやんか。はい、時間切れアウトです。左来るとしたら左から来ようって来ないか、来ようとしたけどやめたな。70キロのところ70そこそこで走ってるんやから、もう浮かんでいいですよ。本当に 19.1 キロポスト、10時50分、内食いトンネル408メーター、
私の動画ちょっとキロポストとか時間刻みしすぎるぐらいやるようになりました。はい、綾部ジャンクションまで3キロ 20.6 キロポスト 23.6 キロポストあたりにじゃあ綾部ジャンクションになったかな。篠田トンネルが511メーター、距離がどれぐらいあるのかなとか時間どれぐらいかかるのかなとかそういうことにもお使いいただこうと思ったら細かく言わんといかんなということになりまして、で言い忘れた時のためにむやみやたらにたくさん言ってるっていうこともございます。要所要所で言わないかん時に違う話してていらんこと言うてて言わんかったとかいうこと結構ありますんで、700国トンネル 415m なんて読むねんっていう感じですけど、トンネルばかり。京都縦貫道と舞鶴若狭自動車道の、接続ポイントであります綾部ジャンクションですね。まもなくです。国道27号で書いてるけど何がやねんっていうことですけど、別にこれまっすぐ行っても国道27号じゃなくて京都縦貫道ですからね。まっすぐ行きますと綾部安国寺など京都縦貫道引き続きはまっすぐです。はい、左に入りました。これ舞鶴若狭道綾部ジャンクション、こちらから綾部ジャンクション、この先合流があります、注意してください。その先分岐を右方向です。方面右側車線ね、はい、右側に取ります。左側に行きますと舞鶴小浜鶴ヶ方面北陸道方面です。はい、ここで分岐します。舞鶴若狭道の大阪方面、大阪広島と書いてございました。綾部ジャンクションですね。10時55分になりました。動画が44分か、もうエンコロワイヤーで45分で終わろうか。はい、合流しました。舞鶴若狭自動車道、南行き、大阪広島方面55分です。キロポストがね、ちょっと待ってね、67.7 キロポスト、これは横川ジャンクションまでの距離です。綾部まで3キロ、福知山14キロ、大阪110キロ、まあ大阪はどうでもいいやね。横川まで、中国道出るまでが 67.4 キロ、あと 67.4 キロで中国道に横川ジャンクションで合流いたします。
167.2。 これどんどん減っていきます。 67.1、はい、トンネルのあたりが67キロポスト、城山トンネル520メーター、はい、10時56分になりました。舞鶴若狭道の南行き、大阪方面行き、横川ジャンクション中国道まで67キロ切りました。そういったところでお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。カミカミのまま失礼いたします。ありがとうございました。